ロレックス。希少。ヘアキングデイト。スーパープレシジョン。REF5700。ロレックス3連リベットブレス仕様。ヴィンテージメンズモデル。1960年製造 CAL1530。ロレックスのスタンダードモデルとして人気の高いオイスターパーペチュアルデイト自動巻きです。グローバルスタンダードとなったロレックスの名声を確立した三大要素、オイスター、パーペチュアル、クロノメーター、そしてカレンダーを搭載したこのベーシックモデルは当時のロレックスの技術と先進性を語る傑作です。ロレックスのエアキングは現在でもなお人気モデルとして親しまれていますが、そのエアキングにデイトモデルがあったことはあまり知られていません。60から70年代にかけてごく少量しか製造されなかった激レアなアイテム、それがこのエアキングデイトです。エアキングのイレギュラーなモデルとして生産されたもので、当然ながらコレクターからも注目を集める非常に希少な一品です。ダイヤルはスタイリッシュなアイボリーカラー、くさび型のアプライトインデックスと鍵針とのコンビネーションです。半世紀前の製造品ですので、ダイヤルには経年の劣化がありますが程よいヴィンテージ感があります。ムーブメントは自動巻き CAL1530、 リバージングギアを採用した1500番台の基本形となったムーブメントです。ブレスレットはバックルが飛び出し王冠タイプの3連リベットブレス、コマの両サイドに両リベットがついた人気のブレスレットで、共に老年代を過ごしたアンティークブレスレットになります。もともとシンプルなエアキングだけに長く使える飽きのこないデザインは普段使いにしてもおしゃれです。希少性もさることながら、これだけコンディションの良いモデルはなかなか出会えるものではないと思います。コレクターズアイテムとしてもおすすめの一品です。コンディション。ローターの巻き上げ感も軽快で精度も問題ありません。ブレスレットはバックルが飛び出し王冠タイプの3連リベットブレス、 REF7205FF57 7プラス5の12コマありますので最大 18.5cm 程度あります。コマ抜きすれば短くはできます。シレと軽い小傷、軽い伸びがあります。日差。タイムグラファー計測でプラスマイナス30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。サイズ。ラグ幅 19mm、ケース径は約 35mm、リューズ含まず。縦、ラグ端からラグ端まで約 42.5mm、厚さ約 11.5mm のメンズサイズです。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。